今日のこのゲームはトーナメントの1回戦となります。スタッド・ド・サジテールで行われる本日のゲームです。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今ファーストハーフキックオフです。スペインカップ1回戦、まずこう勝負にこだわっていくとちょっとしたこう慌ても出ますからね、うん、そういった中この立ち上がりどれだけコントロールができるかですよね、はい、気持ちは燃えながらも頭の中クールにいなければいけないというところですよね。その辺のね、心のマネージメントってその辺も必要になりますよね。そうですね。平井で椿、足元、ここで前を向けるか、スルーパスを出す、丁寧に足元を使う、フリーだ、シュート、シュート、はい、大きく縦へのアーチ。前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。中村へサイドチェンジ、和田、さあつながるか、いいボールだ、おいい形ですよ、クロスを選択、あわやというシーンでしたがここはしのぎます。石井、この位置で受ける、さあカウンターを仕掛けます。長いボール縦に入れます。遠藤、三浦、平井で裏へのスルーパス、このボールはカットされます。さあ左サイドへスルーパス、裏へ飛び出した、フリーで受ける、コース空いた、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。上田、これをカットします。チャレンジはしません、後ろに流す、大きく前線に入れます、いった、ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。専門してる中で選手数をそういった形でどうするかですよね。もう本当に変えることによってね、本当に勝負どころになる可能性ももちろんありますしね、ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。スペインカップ1回戦、両チームスコアレスで折り返します。後半スタートです。引き締まったゲームになってますけど、このまま終わるとは思いませんよね、はい、足元、キーパーから前線へ、カズへ、大きく縦へ、後ろへ戻して椿、裏のスペースを狙う、長いボール縦へ、いいプレッシャー、ここはファールを取られます。
小野田、ゆるく狙ったボール、これはどうだ。さあ中村、さあカウンター、この時間に1点が欲しい。裏を狙っていきます、低いボールだ、高かったですよね。ボールはクリア、これはちょっと長いか。両チームともメンバー交代があるようです。一気に前線にボールを送る、裏へ届くか、ここはキーパー処理しました。中村、ルーズボール、クロス、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。スペースを狙う、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。スーパースを狙う、ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているので非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからね。森岡、ここで選手を変えます。土壇場で一本抜きんでました。いや、ここまで競り合ってこの時間帯でゴールですよね、はい、ゲームを決定づける一本になるかどうかですよね。そうですね、アウェー側としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あとは対面でのホイッスルを待つだけですね。ここで笛です。1対0勝利です。2回戦進出を決めました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。アウェー側としてはなんとか初戦をものにしましたね。さらに厳しい戦いになっていくと思いますけども、また今日のような粘りのサッカーを見せてほしいですよね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。スペインカップ1回戦、初戦をものにしました。